皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中田です。今日は2023年8月20日日曜日でしたね。皆さん今日はいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ僕の方はですね、まあ今日は松の家行ってね、予備物取ってきたり <laughs> しました。 まあ,あんまりね、あのー、小難しいことはしてないんですけど、まあ、あと、家、部屋の掃除とかね、してました。まあ、あのー、実家にずっといるからね、あのー、自分の家族ともコミュニケーションを取らないとね、あのー、捨てられちゃうんだよね、あのーまあ、しょっちゅうね遊びに行ってます。まあ、やっぱり家はいいね、自分の家はね、あの綺、ー、麗ですね、いつもね。はい、綺麗で静かだし。 広いしね、とにかくね。おっ大きくて広いんですよね、僕の家ね。あの、いいですね、ほんとに。<laughs> いいですね、ほんとにね。あのおか、皆さんどうしてるんですかね、親の介護ってね。一ヶ月ずつ、あの、交代で見たりとかしないのかな。 1>, ああ1ヶ月ずつ場交代でねうちの家に来なよっつって預かるよっつってね1ヶ月単位でねまあみんな仕事持ってたりするからね家,家がマンションで狭くてねあ,あの親の専用の部屋がなくてねダメだったりしますからなかなか面倒見たいのはやまやまなんだけど面倒見れないっていう多いよねやっぱりね。 だから、面倒見れる兄弟が一人いれば、その人にね、集中しちゃうかもしれないね。うーん。まあ、だからってね、ずーっと面倒見てると辛いから、じゃあ、老人ホーム入れちゃえよって話になるもんね。まあ、ボケちゃってるからさ、普通の老人ホーム入れないわけですよね。特別老人ホームじゃないとね。 まあそうするとさ、いじめられちゃうわけだよね。暴力事件があってさ、ほら、本人分かんないから、頭、ぼかってやられてもさ、あよねあ、3秒経ったら忘れちゃうからね。で、なかなか気づかない間にね、死んじゃったりして、あの世に行ったらね、あんたひどいことしたわね、つって、あの、いじめられて、ほんで、私死んだのよ、なんてね。 言われちゃったら大変なことになりますからね。なかなか僕はね、そういうことできないんですよね。まあ、優しいっていうか、馬鹿だっていうかね、わかりません。ドル円なんですけどもね、まあ、昨日から言ってる通り、あの <coughs> 1> <coughs> <coughs>、1時間足でね、200移動平均線で反発して上がってますからこ、これ、行っちゃいますね、これね。 はいでで、大丈夫です。これ上ですよね。で、みんなビットコインでね、ビビっちゃってる人多いんですけど、まあ、ビットコインこれね、今、週足なんです。週足ですよね、これ、週足。で一目、一目銀行表を出してるんですけど、ね、これがまあ2018年の12月ですよね。<laughs> で、これが2021年の2021年の <laughs> 22年に,年にわたってのね、大垣谷の時でしたね。<laughs> で、今23年ですよね。うん。これね、だいぶ上がってきてですね、この赤い雲を抜けたんだよね。うん。 赤い雲抜けたんですよ。ピューンと抜けて、勢いよく抜けて、あ、上行くかと思ったら、まあ、ちょっと雲の中に入ってきただけなんですよね。うーん。だから、まあ、上ですね、これね。うーん、雲をねあ、ここ、ここまで落っこってきて、こうやって落っこってきて、ここ、ここの、ここのね、 この赤い雲を抜け始めたらちょっと危険なんですよね。こんな感じでね、抜け始めたらね。うん、まあちょっと停滞するんで、ね。で、まあまた元気よく上行って。今、ちょこっと、ちょこっとしただけだからね。ちょこっと、これ押したうち入んねえからね、これ。うん、上に上がるための調整ですよね。こうやって行きますよね、これね。買った方がいいですよ、今日。 明日買った方がいいですようん。でまあ、冷やし見ると、冷やし見るとですね、うん、そうですね。まあ大体こう、こうやって落ちると、思いっきり反発するんだね。で、こうやって落ちると、思いっきり反発するんですよ。 落ち落ちてるから思いっきり反発するんだよ、これね。うん。ここら辺もそうでしょう。落ちたら反発。落ちたら反発ですもんね。だから、これ、結構落ちたから、こんな感じだよね。まあ、前回高値よりは上行っちゃうんですよね。うん。だから、このぐらい行くんじゃないかな。だから、まあ、500万ぐらいまで行くんじゃないかな。 ま、今回のジャンピングでね、500万、500万、500万から600万円いくための、まあす、あの、ジャンピングですね。ジャンプするのに一回人間ってのは膝曲げるでしょ膝曲げてギューって下に曲げる、お尻、お尻落とすでしょそうしないと、だってジャンプできない。上に、上に飛べな,ないもんね。上に飛ぶためには、 ボールもそうだよ。ボールもだって一回下下げるでしょ。だって。一回下げないと上上がんねえかな。これ、物理法則ですから。だから、トントン来てるわけですね。トントンスコーン。トントンスコーン。カリッとサクッと美味しいスコーンですよね。まあ、だからこれ <laughs>。しかも、ちょっとも下がってないからね、これ <laughs>。ちょっとも下がってないから。これ、あの、 これでこの世の終わりだっていうのをやめてくださいね、これね。全く下がってないもん、当然だから。そしたらこ、ここはすごいよね。2週間でこんな下がったし。これもまあ、すごい下がったしね、これもね。これもまあ、1週間ですごい下がったけど。下がったうち入んないからね、これ。で、雲に刺さってさ、減速したからね。上ですね、これね。まあ、とりあえず。 来週600万いきますね。はい、全く問題、もう何の問題もありません。何の問題もありません。で、今回ね、アメリカと日本と韓国が、それぞれトップがね、キャンプデービッドに集まってね、秘密の会議やりましたね、ビルダー会議をね。で、これはね、あの金融システム維持していこうって話ですね。 もうまだまだね、あと10年ぐらいはね。うん。だから、ここでショート入れると大変なことになりますよ。空売りするとね。うん。で、ここでポジション切っちゃうと大泣きしますよ。うん。ポジション切っても、切ってもいいけどね、もう分かんないけど、いいけど、あ絶対に空売りしちゃダメですよ。 うん、逆ポジション、ショートポジションとっちゃダメですよ。上行くから、これ、うん。ものすごい上行っちゃうから、これ。落ちてるし、入んないからね、これね。うんうんうん。なんか、落ちたとか言う人いるんだけど、落ちてないから、調整だからね、これ。上行くための下だからね。こう、行っちゃうからね、これ。今年だと4ヶ月しかないですから。ね。9、10、11、12しかないから。うん。で、僕もね。 あのー、はい、クリスマスからお正月休み。いや、本当はね、一年中ね遊ぶ、遊んでいたいんですよね、本当は、本当のところはね。まあ、クルーザーとかめんどくさいんでね。日本に、まあ、半分は日本でね、半分は世界旅行行きたいですけどね。変なとこ行きたくないですよね。変なとこ行きたくないですよ。 まあ、どっちかというと中,中,中国も怖いから行きたくないんだけどさ、ロシアとかさ、アメ,、まあ、アメリカも今治安が悪いからね、まあ、今だったらオーストラリアとかニュージーランドとかね、うーん、がいいかもしれないですね。あとはヨーロッパですね。あと中東はいいかもしれないね、UAE とかはね。うん。 はい。ドル円についても、これ全然持ってないですね。上です。はい。下水部が、また上、上行きます。なんだもってう、落ちたことないんだからね、これ。ど、どこ落ちてんの、これ。こんだけだ、ね、よ、落ちたの。こんなに落ちてないんだよ。ここも落ちて、こんなに落ちてないんですよ。こ、こんなに落ちてん。 何もしてないでしょだってこれ、ほら。これ、冷やしですけどね。だ何、何もないんで、何もないんですよ。あはいつもの息吸っただけなんだけど何かって感じですね、これね。だから、この絵の終わりのだと、リセッションに入ったんだと。ないですね。リセッション入ってないです、これ。だからリセッションはまだまだ入んないですね。甘いですね。 それはまだ入んないですね。は、まあ、あの、中国のねあの、不動産会社が倒産したとこありますけども、全然違いますから、リーマン,リーマンは投資金庫でしたからね、あれね、あそこが、あそこ、世界中に投資してたんで、あそこが倒産したのは大きかったけど。 あのー、中国の不動産会社は中国の不動産だからね、中国しか投資してないから、あんない,いんですよ、どうせ。中国の話なんで。中国国内の話なんでね、どうでもどうでもいい話なんですよ。うん、でも世界、中、そこの土地が、その会社がね、世界中の土地、建物を買収してたらね、ちょっと大変なことになったかもしれないけど、それはないんですよね。だから中国が破綻するだけなんで、まあみんな、 大変じゃないですから。はい。ただ日本はね、これから中国人の団体観光客がやってきますからね、またうハうハでしょうね、日本はね。旅館、鉄道、バス会社、レストラン、お土産屋さん、うハうハで、まあ、ものすごいも儲かると思いますよ、日本はこれからね、GDP がすごい上がるんで。 良、うん、かったなと思うところいっぱいあると思いますよ、や,やっててね。まあ、コロナ大変でしたもんね、3年間ね。まあ、僕もね、大変でね。あの、しょぼくれ、しょぼく YouTuber に落っこってしまいましたけどね。また顔出ししながらですね、皆さんと楽しい、楽しい毎日を過ごしたいなと思います。 よかったね、みんなね。これ今ね、今日、明日買った方がいい、これ。うん。で、俺言ったように、0. 何円とか0.0何円買った方がいいですよ。うん。うん、これ柴犬とかね。まあ、柴犬どうなのかわかんないけど、柴犬とかさ、リップルって最初0.2円だったんだ、これ。体のだってこれ 0.、 5円とか0.6円だからね最初ねそれが500倍とか簡単になるからねうんだってビットコインがさ今から500倍になるわけないんじゃないだって500倍になったら40億円とかなっちゃうからねうんそういうのを考えながら 1000、うん、円でも投資してたらさ、まあいい景しとかね、1000円投資してたらいつまにか30億になってたよとかね。それが仮想通貨の醍醐味だからさ、ペーペーとかね。本当にそういうふうにした方がいいと思いますよ。うん はい。それではね、今日はこの辺でね、終わりにしますけれども、うーん、まあ明日からまた FX 頑張ってね、お互いにやってですね、まあ僕も3ヶ月で6億円ぐらいまで膨らましてですね、まあお金が欲しい、お金が必要だと。借金たくさん抱えてしまってね、あの、反省してますからどうかなか、長野先生お金くださいと。貸してくださいじゃなくて、お金くださいと。 いいですよと。いくらでも言ってくれと。僕の持ってるお金がいいんだったら差し上げますよと。こ、ま、う、あ、いう授業をね、またやっていきたいと思います。それではね、今日はどうもありがとうございました。千葉県松吉よりトム・クルーズがお伝えいたしました。おやすみなさい。失礼します。